お姉ちゃん、お姉ちゃん、お主、いや、お主らか。さすがお姉ちゃんだな。本番前に寝られるやつ。まあ、あんたのいとこもそうなんだけどさ。私のことだな。あはは、思い出すね、初めてのライブ。なんだかずっと前みたいな気もしますけど。でも今日も初めてだよ。ああ、そういうこと。そう、今日から私たちは7人で彩り緑、彩り緑第24話、エブリシングズガナビーオーライ。何回目かだけど、やっぱ緊張するのよね。おいおい、もうウィウィシーの卒業したら。夏菜先輩、落ち着いてるみたいです。すごい、最初とは大違い。よし、ワンツーワンツースリーフォー。やーやー、遠からんものは音に聞け、近くばよって目にも見よ。わしこそが彩り緑が七本目、突き進む。言われちゃったよな。怒られちゃったね。知るか、単位はもらったんじゃから、こっちの勝ちじゃ。さすが、たくましい。私はその怒られ慣れてなくて。さて、それじゃあリハやりますか。待て待て、 お姉ちゃん、今日はわしのわがままを聞いてくれてありがとう。おかげでいい演奏ができた。次のライブもよろしくな。わあ、はい、頑張りましょう。絶対最高にしちゃう。ついに迎えた卒業。なっちゃん先輩を送る我らの胸に去来するあれや。おい、なっちゃん言うでない。ありがとう、なっちゃんさん。なっちゃんさん、行かないで。だからやめろと言うに。なっちゃん、お姉ちゃん、最後の晴れ舞台。おしとく破綻しとるぞ。次回、彩り緑アワーセブンライズ彩り緑卒業。